どうする？このちょっと何が？どうする？何が？何がしようやお前。めっちゃ可愛いよ。めっちゃ可愛いやろ。え、めっちゃ可愛い。これナッシーの新作プリントちゃうやん。これこれ刺繍やね。後ろ見てこれ目赤くなってんねん。これほんまにいいやろ。刺繍めっちゃ細かいし、この服一枚で夏いけるから。いや完璧に。ほら他にまだ3色あるから。これ見て、ブラックです。めっちゃいい。これマジで可愛いやろ。外さんすね。これ間違いない色なんで。見てください、このグリーン。めちゃくちゃ可愛いわこの色。俺の大好きなカラーやから。はい、これ見て、新作のグレーです。待って、めちゃくちゃええやん。これ全部可愛いやろ。全部可愛い。ほんまに自信やね、全部に。え、冗談抜きで過去一可愛いわ。そうだから、みんなに絶対ゲットしてほしいね。まあ、詳しい内容はコメント欄、概要欄にリンク貼ってるから、そっちから飛んで。ユウもこれ着て、この夏過ごしちゃいな。え、お前これもう解散の危機じゃん。ああ、解散の危機。ちょくちょくお前それなんか帰ってってんの。俺もお前消えてんの分からへん。帰ってもうピクピクしてねん。どこがアイスピックとか。もうそれアイスピックでありへんやん。なんでアイスピックピクピクするの。お前ちょけてん。どうやって最近やった悪いこと言うよ。なんなんそれもう。言えて。一つが唾吐いた。お前クズかな。いやもう過去にやった悪いこと言うよ。最近じゃないわ、ぶっちゃけな。これはね、掘り葉掘りしたら、その2年前3年前にやってたこと言うよ。出てきてるからもう。これもう今騒ぎになってるから。2年前やってたこと。うん、スピード違反だろ。日常違反時。日常違反時ってなんない。4年前は。4年前、うん、4年前ってなったら何。もうこれやばいわ。これ何が。もうやばい。もう言えって。早い。4年前やろ。うん、もう今しかないぞ。懺悔せんだったら、うん、お前忘れた時にやってくるって言うやろ。いや、もう確か4年後。4年後そうやな。忘れた頃にやってくるって歌知らん。チャリパク。あれ何言え。伝説の。な、伝説のって。お前何自分のチャリパク伝説にしてんねん。地元の先輩かお前。でも自分がやった犯罪伝説にしてんねん。ガードンチに行こうと思ってな、お前。でもその時貧乏やったから自転車も何も移動手段がなかったけど、電車も使われへんからな。何もないから自転車パクってしまって、ほんでそれで行こうとしてる瞬間に警察が来て、ちょっと自転車の防犯登録見せてくださいって言われて、走って逃げてこの状態に抑えられて、でもその日俺誕生日、20歳の誕生日やから、ガードとかみんなその地元の人らがプラを借り貸し切ってパーティーを開いてくれるってなってたんやけど。でお前警察が待ってたから誕生日来へんかったんやろ。うん、20歳の時。そう、お前二十歳超えた瞬間やったからやろ。そう、少年法守られへんかった。で、それじゃない。俺もそれ以外にない。ほんまに悪いことはしない。お前さぁ、なんやねん。もう4年前にさぁ、お前、おい、回転寿司で自分以外一人も食べさせないドッキリ。うん、ガードに食わさせへんってやつ。あの回転寿司のやつやろ。うん、やってるよ。食べないドッキリと食べさせないドッキリ、お前2回やってんな。やってるよ。これ良くないな。何がやねん。今、騒ぎになってるやん。何が、お前もめくれてるわ、これ。は謝罪動画撮ろう。ちょっと見て。似た動画撮ろう。俺が出せとか言って、ええって出たやつ、かけたやつ一緒やろ。うん、どこ今もう SNS 上がってるやつ一緒やねん。もう騒ぎになる前、引退動画撮ろう。ちょ、やばない。いや、お前さ、遊んでるやん、寿司屋で。やばいぞ、今から。バンバン再生されんぞ、その動画。もう。なあ坊主にしても全裸になれ。謝罪動画撮ろう。はい。うん。賠償金取られる前に、うん、100億円取られる前にやろう。何を回すねん、何のカメラやねんこれ。3、2、1。ちょ、マジマジ待って。戻したりとか誰かが使おうとしてるのにみんなそうやって触ったりとかするからあかんだけど、俺らはくっそ。もう言い訳すんなよマジで。なあ、だそんぐらいでしょ。謝れ。ちょ、お前、まあ、グリーンバッグあるよ。グリーンバッグ一応上やろ。いや、もう取ってこいよ。なんでやろ。もう服ないで、お前グリーンバッグで黒の服着てるようにするよ。なんで俺そこまで謝るなあかんねん。お前が迷惑かけたからちゃうんかよ。誰にやねん、お前。え、誰にやねん。誰にやねん、ちゃうやろ。なあ、毎回これで俺謝させててるけどさ、なあ、お前迷惑きりやな。ああ、瞳は純粋やからな。じゃあほんまに用意していいんや、お前も。アホなの、はい。で、何の謝罪なんてこれ。今もうグリーンバッグめんどくさかったら、もう山村のお前服借りてもそれで謝罪せよ。いいよ、一緒やろな。寿司屋で迷惑かけてよ。かけてるか、犯罪者が。お前ら犯罪者。お前ら、そんな分逃げしたな、あれ。寿司もらったわ、認めたな。もう言ってもないことやんのやめて。もう俺もうそれで視聴者のファンが多いやん。視聴者のファンってなんやねん。なんだお前それ。
視聴者のファンが多いやんっていいことや。編集でやろう。おかしいやろ。お前じゃよ、おかしいの。周り見る、マジ落ち着けって。お前マジ、お前世間が戦えるの怯えてるやん。じゃあ大丈夫、撮ります。スーツになって、3、2、1。ちょ、まずもう反省しがとか言ってしな。あ、じゃあもういいわ。ちょ、分かれへんの、俺が何したか。もう寿司で遊んない、遊んでる、みんなで遊んでて。遊んでないや、俺らは。はい、お前だけやん、そういう遊び半分の気持ちで。なんなその境界さ、お前。そう、お前マジでこれ突き破ったのか、お前の拳で。俺の拳で突き破ったの。お前の拳じゃない。3、2、1。あっしゃー。チャンネルガードマンこと改めて宮本です。この度は皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをここに存じます。皆様にああいう事件があったにもかかわらず、4年前に自分なりの動画を上げて、それがちょ、前もこの度は皆様に不快な気持ちにさせて本当に申し訳ございません。この度は皆様に不快な気持ちを思いさせてごめんなさい。僕は4年前に回転寿司で今炎上しているようなことをやってみました。僕は4年寿司に僕がもう食うな、グリーンバック長州恐竜系モンハンのお前1で出てくるやつけ。今回は責任を取って YouTube を引退します。今回は僕が責任を取って、チャンネルガードマンを引退します。お前人の口から出たら寿司なんか食ったらあかんな。だいたいそういう寿司屋行ってその醤油舐めたやつとか聞いてみ。一番好きな YouTuber チャンネルガードマンって言うよの生み出してる元凶はお前やん。ゆえファミリーたちにもうするなって訴えかけろ。全国で暴れ回ってるファミリー同士たちよ、時は来た。革命を起こそうとしてんだ。おい、これを見てる、それをし今後しようとか過去にしたことあるなでもいいんで思った方は、そういうことは絶対にやめてください、うん、自分の人生じゃなくて親にも迷惑かけるんで。かっこ悪いな、あれやってんだやつ。あれやってみてほしい。自分がダサかったから言えんねんな、それ。さやな。さやな。うん、はい、もうちょっと俺もそっち行くわ、うん、俺もスーツ着てないから、うん、その大丈夫、動くないよ。身長足りてないやん、ここしか出てないよお前。まあ全然映ってるっすよ。その正直そのいたずらとかしてるやつめっちゃ気持ち悪いけど、それを SNS にアップしたやつもっと気持ち悪いから。今どうやって自分が受け止めて成長するかによって人って変われると思うんで、過去の過ちはもう仕方ないんで、それを償ってください。ちゃんとしっかり親を泣かしたくないんやったらそういうことをしないでほしい。うん、そやな。うん、よしよし、話まだまだな。よし、1から撮るぞ、始めよう。別に絶対許せへんって言ってるやん。おばあちゃんがそういう人やったって、朝ごはんキュウリとパン食べる人って言えへんかった。でももちろんそんな食べ物殴ったりとかそんなしたことないよな。そのもちろんガード食べ物殴るってすごいことマジ意味が分かんない。どういうこと食べ物殴るだろ。いや俺昔むしゃくしゃしてたらリンゴとかよく殴ってたから。なんなんそれ、お前のって弓やけ